人間に近いものとしてネアンデルタール人、彼らは僕たちより体も大きくて、脳の大きさもむしろ大きかったんですけども、なぜか私たちが生き残って彼らはもう絶滅して、ただ僕たちの遺伝子の中も少しネアンデルタール人の遺伝子が混じってるらしい。でそれがなぜ違うのか、この研究を今 iPS ですごいされてる人もいるんですね。人間のiPS 細胞から今ミニ脳っていう小さな脳を作れるんですけど、それを今ネアンデルタール人のゲノムも全部解読、脳に関係する遺伝子を比べると違いはものすごい少ない。で人間の遺伝子を少しずつネアンデルタール人型に戻して、でそこからミニ脳を作って、でどういう変化が起こるか調べてる方がアメリカとかドイツにおられて、再生医療とかも非常に大切な使い方なんですけども、iPS を使ってモデルを作る、脳のモデルだったり腸管のモデルだったり、そっちもすごい大切じゃないかなと思っています。